戦いに臨みます。この時間はムンバイシティ対ボーンマス、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いします。シュート来た来た、先制。旗手ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。貴重な先制点を奪いました。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るというのは非常に大きいですね。そうですね、人に対して必ず言ってますよね。インターセプトを狙う富安、ルークショー、ウバラツエリアへ、モドリッチ、ここでファールがありました。柔らかいボール、スルーパス越えた。セカンドボール拾いたい。クバラツェリア抜けてくる。クバラツェリアインターセプト。マルティンから左サイド、ここは奪います。うわっ、取らないですね。トミヤス、ムンバイシティは現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。抜けてくる、積極的な守備を見せます。久保、バラツェリア、旗手から久保、アレクサンダー・アーノルド、ここはつながりません。アレクサンダー・アーノルドから浮き球のパス、シュート、もう一度来た、決まった、追加点、リードを2点に広げます。旗手がこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いや、ポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しとかないととっさに反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。旗手、今日2点目のゴールです。さらに1点を追加し2対0としています。ムンバイシティとしては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどね。なるほど、メッシー、ここですね、柔らかいパス、おっとオフサイドですね。32分を過ぎたところです。カバール、モドリッチ、カットに行きます。ブルーノ・フェルナンデス、裏へ届くか、ここからカウンター早いでしょ。フォーデン、勝負か、これはクリア。モドリッチ裏を狙っていきます。シュート、
決めた。さあこのゴールであと1点というところまで来ました。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。お互いのコンビネーションですよね。今のは一瞬の隙だったと思うんですけどもね、そこを見逃さないでうまくパスを通しましたよね。フィニッシュも落ち着いていて見事なゴールでした。さあボーンマス、あと1点というところ。いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、アレクサンダー・アーノルド、さあカウンターを仕掛けます。入るか。アレクサンダー・アーノルドから久保、どうだ、狙えるか。これはチャンスだ。これを読んでいた。チャンス。ここでレフェリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。前半終え2対1。いや北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。いや盛り上がりましたね。ですが今 2-1 ですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。ムンバイシティとしてはこの調子で引き離しを図ってくるでしょうね。ムンバイシティ対ボーンマス、ムンバイシティが2対1でリード、前半を折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。旗手オフサイドです。ムンバイシティはハーフタイムの間で選手交代があったようですね。早速動いてきましたね。ハーフタイムの交代は回数にカウントされないので、今後の展開次第では柔軟にカードを切ってきますけどね。来た、上げてくる。ここはディフェンスの対応。ここはドリブルで上がる。旗手から左へ。このボールはクバラチェリアへ。モドリッチ、ボールはメッシへ。ボーンマス、カウンターを仕掛けます。スペースへ。さあムバッペ、どうだ、どうしたんでしょう。デュンフリース、旗手、さあ左サイドへ。ブルーノ・フェルナンデス、この試合ですでにアシストを記録しています。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙う。いいボールですねと呼んでいた。スペースにいいボール出たんですけどもね。ブルーノ・フェルナンデスからフォーデン、さあ右サイドから上がっていくモドリッチ。The attendance for this match was 70,987. さあ左へ預けて。おいい形ですよ。ここでマッチアップ、インターセプト、カゼミーロ。さあここでカウンター、スルーパスを出す。メッシへ、一瞬のクリアでしょうね。縦へのボール、カゼミーロ。ムンバイシティは選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。これはチャンス。これを読んでいた。ボーンマスとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。モドリッチ、このマッチアップどうなる。すぐにチェック、フリーにはさせません。サンマクシマン、上がっていく左サイド、クバラツェリア、奪いに行きます。危ないシーンでしたがクリアの対応。
Substitution on the field. このゲーム最初のコーナーキックになります。ムンバイシティ。ボーンマスはここクリアで難を逃れます。Coming on the field. マクアリッセル。このボール奪いに行きます。最後を変えた形。このパスを受けて。とボールは。Shinji Kagawa。さあカウンターのチャンスになります。グリーズマンへ。Substitution in progress. いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにもいかないですからね。サンマクシマン、右サイド上がっていく。デリフト、このボールに触ります。ムンバイシティとしては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。インターセプト。ボーマスとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。コバチッチ、コバチッチへ、コバチッチ、シュート、同点。ここに来て同点です。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。アルバレス、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあボーンマス、相当同点に持ち込みました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。シュート。上げてくる。これはクリア。ここで笛です。2対2、引き分けに終わりました。さて